実はアストリアの艦長であるベネットがなぜイーダスを撃ったのか、私も理由を知らないのです。お前ふざけてんのか。ケニー中尉、先ほどレイモンド艦長が申し上げた通り、私はこの星の情勢や中尉とこれからする会話を全て記録しています。そのつもりでお話しいただけなければ、冷静な話し合いにはならないと警告しておきます。もちろん分かっています。あの、あなたはもしかしてアンドロイドですか？はい、アーノルドロボティクス E014297 です。エレナだ。ベグハルドのアーノルドロボティクス製アンドロイドは非常に優秀と聞いています。エレナさん、私がこれからお話しすることは誓って真実です。私が皆さんを助けに来たということも。信じられるか。レイ、ケニー注意、イーダスが落ちる直前、アストリアからの第三者が不自然に遅れた瞬間がありました。あれはどういうことだったのです？実は、艦長、ベグアルド船籍の輸送艦イーダスにあと3分で接触可能になります。ご苦労。クローキングデバイスを起動。起動完了から60秒後にワープアウトし、攻撃準備に移る。待ってください、艦長。ワープ航行中で、かつ緊急時以外のクローキングデバイスは他艦の航行の安全のために禁じられています。今がその緊急事態だと言っているのだが、エリート士官は一から根拠となる法の解釈をしないと加盟に従えないのかね。いえ、そうであっても惑星ベグアルドの船に予告なく攻撃を加える理由がありません。敵対勢力の船であっても無予告攻撃は連邦法32条で。クローキングデバイス起動完了、ワープアウト。ちょっと、ケニー注意、艦長命令の副将が聞こえないが。ワープアウト後、攻撃準備、攻撃。通常空間に移行。イーダスまで距離100万キロメートル。現在推力4分の1です。距離50万キロメートルでクローキングデバイスを解除。フェイズキャノンを準備。距離35万キロメートルで第一次攻撃。フェイズキャノン、撃沈するおつもりですか？ケニー注意、命令の副将が聞こえない。副将はただの確認じゃない。命令が誤っている時に作戦行動を正すためにもあるんです。困ったな。ケニー注意は惑星ベグアルドがどのような勢力か知らないようだ。反銀河連邦勢力としての活動のことをおっしゃっているのですか？それこそこちらから予告のない先制攻撃をすれば相手を利することにしかなりません。敵艦距離35万キロメートル圏内に入りました。ケニー注意の射撃管制権限を剥奪、移行する。第一射撃て。第一射発射。バカな。敵艦のシールド効率 60% を割りました。陽子魚雷準備。ロックオン完了し次第順次発射。敵艦機関部に当てないよう慎重にな。用があるのはあれに積まれた貨物だ。生かして捕らえたい。ロックオン完了。陽子魚雷発射します。敵艦シールド効率 20% に低下ですが、ワープドライブは生きていますね。このままでは逃走されるかもしれません。フェイズキャノン充填急げ。逃げられるくらいなら落としてしまった方が良い。艦長、これは犯罪行為です。副長権限において艦長の罷免を要求します。結構では。君の大好きな連邦法規では、艦長の罷免には上級士官3名の同意が必要だったと記憶しているが、
ケニー中尉の要求に賛成の者は。そんな命令違反並びに反逆行為でケニー中尉の艦内権限を剥奪。瞑想で頭を冷やしてきたまえ。みんな目を覚まして。こんなのおかしい。一体どうしちゃったの。あの時第三者が遅れたのはそういうことだったのですね。それならば我々はケニー中尉には感謝しなければならないのでは。今の話が本当ならな。それでそのベネットが狙っていた貨物ってのは。リュマのことでしょうね。それがビープスの3人もリュマちゃんに妙にこだわっていました。ビープスもその連邦なんですよね。お前は一体何なんだよ。でもそれならどうしてマリエルさんはここにいるんです。映像入りしたんじゃないんですか。祈祷後はすぐに解放されました。艦長はあなた方を攻撃するのに私が邪魔なだけだったんでしょう。なのでその宇宙基地から艦艇を一隻拝借して脱出しました。え？イーダスのブラックボックスを回収できればと思ったんです。それがあればベネット艦長の不正を告発できますから。艦艇を拝借と簡単におっしゃいますが、航行計画にない発着艦を連邦の基地が見過ごすとは思えません。罪の重さも命令違反の比じゃないですよ。どうしてそこまでして。幼い頃から祖母に手ほどきを受けていたので連邦の主だったシステムには大体侵入できるんです。拝借の事実はしばらくはバレないはずです。それに祖父がメッセージをくれたのです。お前の正義を信じる。そしてお前は信じる正義のために行動できる人間だと信じている。あとイーダスの艦長に謝ってこいと。エマーソン・T・ケニー、大した英雄だな。孫に航宙艦を盗ませるとは。それで私と同じくベネット艦長とアストリアの行いに疑問を持ったアストリアのクルーが同行してくれました。高速輸送艦秋月は現在この星の衛星軌道上から私の状況をモニターしています。あなたの船の仲間が今この状況を見えないところから見聞きしていると。はい、そのご不快でしょうが私の安全のためにやむを得ず。お父様を治療していただいてありがとうございます。王国を代表してお礼を申し上げます。あの、そういうことではないのですか。そういうことなのですが、ちょっと意外で。大切な人の命を助けてくれた方にお礼をすることがそんなに意外ですか。ねえクロエ、マリエルさんは嘘を言っていると思う。いいえ、レティシア様、嘘はないと思います。レイ、あなたが船のことで怒っているのは分かります。でもケニー中尉が正義をなそうとしていることも本当だと思います。アストリアの暴挙を止められなかったことは私を含むアストリアの乗組員全員の罪です。しかるべき賠償を行い、違反者の処分は必ず下し、真実を明らかにいたします。レイモンドさん。わかったよ。あんたがその件で連邦法廷に訴え出るってんなら証人として出廷してやってもいい。ありがとうございます。
ベネットがディマを狙っているのは分かった。あんたがその理由を知らないこともな。だったらあのビープスの連中は一体何なんだ。それについてはよく分かりませんが、私が会ったあの二人はベネット艦長がイーダスと並んで探している相手でした。彼らは連邦所属惑星ビープス宇宙軍の脱走兵だということです。脱走兵だから帝国に他のビープス人がいなかったわけですね。ベネット艦長の話なのでどこまで本当かは分かりませんが、彼らが今この星で謀反を行っていることだけは間違いありません。未開惑星保護条約違反だな。その通りです。ぶしつけは承知の上です。彼らの逮捕に協力していただけませんか。転送収容しちまえばいいだけなんじゃないか。転送マーカーもコミュニケーターもなしには不可能です。ご存知でしょう。それでしたらこの場にいる人間の利害は全て一致していますね。ああ、帝国に乗り込んでビープスの奴らを生け捕りにしてこの戦争を終わらせる。宇宙でもこの星でも鍵を握ってるのはあの3人だ。秋月の装備を使うわけにはいきませんが、私個人として協力できることはさせていただきます。どうしたんだ。いえ、マリエルさんが言うこともわかるんですけど、だとするとちょっと気になることがあるんです。ビープスの人たちは帝国にきちんと忠誠を誓っているように見えたんです。え？だからってやることは変わらないとは思いますけど、少しだけ気にしていてください。あなたの勘は当たる。十分注意するわ。はい。ではこの先のことをミダス様たちと相談しなければなりませんね。一度お父様のところに戻りましょう。陛下の私室へ向かいましょう。ええ、ミダス様たちもいらっしゃるでしょう。悪いがお断りだ。どうしてもか。どうした。少しだけ待ってもらえませんか。封が完成のために走り回ったのはレティシアで、下ごしらえをしたのはメルティア、道中を助けたのはレイモンドたちで、石を用意したのはマルキアだ。俺はうまいとこだけさらっただけで、褒められるようなことはしていない。だがお前がいなければ完成はしなかった。かつてアベラルドを救ったお前を守れなかった詫びもしなければならん。一国の王がそんな昔のことをグダグダと。あの時は仕方なかったくらい言え。神経が細いからロンベルトにいいようにされるんだ。ミダス、まだ戦争が終わったわけじゃないし、真実はどうあれこの14年この国が進んだ道はあの時の決断の後にある。そんなところにフーガの論功行賞で俺に席を与えてみろ。新たな火種が生まれるぞ。ミダス、フーガが兵器ではないってことをあんたは分かってくれていた。それで十分だ。だがそうだな、どうしても俺に何かを報いたいってんなら、何もかも終わったらフーガを一気起こせ。それだけでいい。いや、二気だな。なんでだ。長く生きていれば別々に空を飛びたい瞬間が来るやもしれんからな。いや、一気だ。一気でいい。そうか、わかった。何笑ってやがる。いや、何、あのミダスのそんな顔を見る日が来るとは思わなくてな。同感だ。言ってろ。もう心配ないんじゃないか。ですね。
お父様、ミダス様、今後のことでお話があります。少しよろしいですか？フーガの有用性はすでに示され、王国の軍事的優位は揺るぎないものになりました。今こそバイルテートに攻め込み、かの国の軍事力を完全に無効化すべきだと進言します。どうだベルトランド。殿下のおっしゃる通り、これ以上の好機はないと存じます。テート制圧後は講和を申し入れるということですが、その方針で良いのですね？我々の目的は侵略ではありません。我々が帝国と同じことをすれば、同じことがまた繰り返されます。ボルドールが果たして和平を受け入れますか？ボルドール皇帝は分かりません。ですが皇太子ゲラルト殿下は民に支持されており、話の通じる方です。ボルドール皇帝も時勢を見極められない方ではない。上位していただき、ゲラルト殿下と交渉を進めれば問題はありません。うん、では決まったな。バイル帝国帝都への侵攻は明朝決行します。こんな感じでいいかしら、アベラルド。良いお考えと存じます。ついに決戦なのね。明日を迎える前にみんなと話したいわ。姫、どうされたんです？あなたを探してたの。一言お礼を言いたくて。え？どうされたも何もないわ。いろいろな、本当にいろいろな理由があるんだけど、でもありがとう。騎士として当然のことをしたまでです。それとごめんなさい。何がでしょう？いろいろよ。いつも無茶を言うこともだし、相談もなしに腰入れの計画を立てたり。でも一番はあれ。おう。クーデターの時、あなたとクロエさんから引き離されて、私一瞬だけ諦めちゃったの。姫、あなたはその人生をかけて私の騎士であり続けてくれたのに、だからごめんなさい。王国と王家、そしてあなたに誓った忠誠は、そのような時のためにあるのです。え？主が暴走すればそれをいさめ、主が戦わんとした時は共に剣を取り、そして主が膝をついた時には支えとなるものです。何度でも申し上げます。騎士として当然のことをしてきました。ですから姫のそのお言葉も過去も全て明かしていただいたことを誇りとして、この先も騎士として当然の行いを続けていきます。そう言ってくれた騎士も、ついてきてくれた騎士もあなただけよ。ですが、できれば帝国との決着がついた後はいろいろとほどほどになさってくださいね。それは保証できかねるわ。言ってみただけです。これを言い続けるのも騎士の役割ですので。ありがとう。もう腕も問題ありません。私は生涯あなたの騎士であることを誓います、姫。ケニー中尉、何をされているんですか？あ、王女殿下、すいません、ここ関係者以外立ち入り禁止でしたか？いえ、そんなことは。ケニー中尉も関係者ですし。
それに王女殿下はやめてください。でもレティシアと呼んでください。一緒に戦う仲間なんですから。いざという時王女殿下は呼びにくいでしょ。レイやクロエさんもそう呼んでくれます。でしたら私のことも名前でお呼び呼んでください。私の階級はここでは何の意味もないものですから。わかりました、マリエルさん。それでお願いします、レティシアさん。一つ伺ってもいいですか。決着がついたらマリエルさんがレイたちを連れて帰るのですか。そのつもりでしたが断られてしまいましたから。でも本人が言っていたことが本当ならベグアルドの救助が来るのはそう遠くはないかと。レティシアさん、もしかしてレイモンドさんのことを。いえそういうわけでは。船乗りだけはやめておきなさい。船乗りについて行ったら最悪よ。船乗りは絶対女より船を大事にする。絶対苦労するわ。私がよく知る甲虫艦の艦長と結婚した女性から散々聞かされた言葉です。いいんじゃないですか、そういうことがあっても。はあ明日は私も精一杯尽力します。共に戦いましょう。レティシアさん、もう休まれた方がいいんじゃありませんか。ええ、もう少ししたら。エレナさんは何を。方々を見て回っているのです。ケニー中尉がいらっしゃいましたから記録の精度を少し上げておきたくて。記録。エレナさん、あのアーノルドなんとかというのは。私の製品としての名称です。アーノルドロボティクス E014297。 人間でいうところの生みの親がつけた名ですね。信じられません。初めてお会いした時綺麗な方だなって。レイはとても綺麗な方と一緒に過ごしていたんだなって。あのちょっとありがとうございます。でも私の外見も作り物です。レティシアさんのような生命の美しさは備えていません。もしかしてレイに何か思うところが。いえそういうわけでは。安心してください。恋愛や結婚といったこともデータ知識としては理解していますが実践する機能は備えていません。何を安心する必要があるんですか。冗談ですよ。どこまでが冗談なんですか。もう。でもエレナさん。はい。データというものが私はまだよくわからないのですが、それは偽物という意味ではありませんよね。それは今日までの、それに明日からも私たちは仲間で友達ですよね。レティシアさん、大丈夫です。答えなくても。人間だって愛情や友情の正体なんて分かっていないんですから。明日はよろしくお願いします。はい、もちろんです。まったく。レティシアさん、おやすみなさい。これは。あ、レティシアさん。クロエさん、まだ休んでいなかったんですか。それはこっちのセリフですよ。そろそろ休まないと。ええ、それは。レティシア様、もしかして緊張されてます。クロエには嘘はつけないわね。嘘なんかいりません。昨
緊張して当たり前ですよ。私なんか自分が戦うわけでもないのに眠れないんですから。レティシア様は優しいから、本当は帝国と戦いたくないんだって。私分かってます。そうはいかないから、苦しんでることも。クロエ、でも帝国に勝つとおっしゃっていたレティシア様が嘘を言ってないことも分かってます。どうかお心安らかに、王国の力と仲間を信じてください。きっと勝てます。ありがとう、クロエ。私はおそばで戦うことはできませんが、レティシア様の無事と勝利を祈っています。何か用か？まだお礼を申し上げていませんでした。ミダス様、強引にお連れしたにもかかわらず、フーガの完成にご尽力くださったこと、心より感謝いたします。お前もか。すまぬな。今日は言われなれぬ礼を散々言われて困惑しておるのだ。うるさい。まだ何も終わっちゃいないだろう。それでも王女殿下がお主に感謝しておるのだ。年長者を自負するなら、子供のような照れ隠しはそろそろやめた方が良いのではないか。俺こそすまなかったな。え？どうしてもお前と国王を信じることができなかった。そのせいでつまらん言い訳を重ねて面倒をかけた。私たちはみんな最初から信じていましたよ。ミダス様は必ず私たちを助けてくださると。そして実際に助けていただいたことばかりです。きっとミダス様が最初から私たちのことを信じてくださっていたからだと思っています。調子のいいことばかり言うな。ミダス様、マルキア様、確かに何も終わってはおりません。どうか明日もよろしくお願いいたします。ああ、空飛ぶ船に乗ったつもりでいるがよい。ここに至る多くの悲劇を明日清算しよう。その時初めて私はお主やミダスとの再会を心から喜ぼう。マルキアがいると調子が狂うな。今度こそ成功する。さすが。早くテストしなきゃいけないのに。ニーナさん、何をしているんですか？これですか？衣装？え？ああ、すいません。変な例えしちゃいました。ヘルガー配下病に関するレポートをまとめてるんですよ。びっくりさせないでください。でも、なんでそれが一緒だなんて。だって、もし私とエレナさんに万一のことがあったら、ヘルガー配下病の治療法がまた世の中から遠ざかっちゃうでしょ。前からコツコツ書き溜めてたんです。なんとか今夜完成しそうなんで。ミーナさん。もちろん万一のためですよ。生きて帰って美術管理院でもっと配下病の研究を深めるつもりです。明日は絶対に勝ちましょうね。ええ、もちろんです。お父さんも最後の瞬間までこんな気持ちで配下病の資料をまとめていたのかな。レイ。よう。いよいよ終わりが見えてきたわ。ああ。ねえレイ、あなたの星はどんなところなの？普通の星さ。あなたたちの普通がわからないわ。普通だよ。
そうとしか言えない。なあレティシア、オーシディアス王国ってどんなところだ？美しくて広くて普通の国。人間、普通に生きるのが一番なんだ。ああ、レイは意地悪ね。顧客の求めを常に先読みしてこその商売人だ。だから明日やるべきことを一番に考えてるんだ。明日は勝ちましょう。ああ。そろそろ休まないと。明日は先陣切って戦うつもりだろ。今日は早く休んでおいた方がいいぜ。他にやっておくことはなかったかしら。今日はもう休みましょう。皆さん、準備はいいですか？ああ。王国陸軍及び風牙隊はすでにバルダー南の平原に展開しました。我々も急ぎましょう。バルダー南部にすでに王国軍が展開しています。我々も急ぎ向かいましょう。連邦が、いえ、私たちがこの星を歪めてしまった。もう取り返しがつかない。本当に申し訳なく思います。フーガの試作機を見せられても、正直本当に飛ばせるとは思っていなかった。マルキア様、多くの人々をまとめ上げるのに何かコツのようなものがあるのでしょうか？どうした？何か悩んでいるのか？最近いろいろと先のことを思い悩むことが多くて、先達のご意見を少しでも吸収したいのです。そうだな。お主はいずれ広大な王国を滑ることになる立場だ。頼られたのなら将来の恩を売る意味も含めて、先達としてしっかりと答えようか。よろしくお願いします。ニルベスは多種多様な種族が集まる土地。誰かにとっての常識が別の誰かにとってはそうでないということもある。はい。だからこそ自分一人、自分の一族だけの視点に縛られることなく、様々な視点からの意見を取り入れることが肝要だ。様々な視点ですか。なるほど。しかしそれでは逆に立ち行かなくなる時もある。え？人の上に立つ者として時には傲慢にならねばならない場面もある。周りの意見を取り入れることなく、自分の決断こそが正しいのだと押し通すべき時がな。それはどちらが正しいのでしょうか？それは場合によって変わることだ。だからな、今のうちに悩んでおけ。見識を身につけ、経験を積むがいい。それはお主の将来にとって必ず糧となるだろうからな。はい、今のうちにいっぱい考えようと思います。ありがとうございます。お主ならできる。しっかり励むといい。連邦士官がディマを狙ってるか。どうせそいつに訳を聞いたって何も答えないんだろうな。はっ。体の作りが違うだけでエレナは人で友だ。その友が強く気高いとくれば、これは誇るべきことだ。
これは私たちの故郷のベグアルドは反連邦の姿勢をとっているんです。と言っても戦争をしているわけではありませんよ。失礼します。マーキス先生、これが大変なんですよ。大変大変。ニーナ、少し落ち着きなさい。何が大変だったんですか？あ、はい、実はニルベスのリモン遺跡に行った時にこのペンダントが光ったんですよ。おお、そのペンダントはフィルベルトが修行時代にニルベスで発掘した鉱石を加工して作ったものなんですよ。父さんがニルベスで？ペンダントが光ったのはもともと鉱石があった場所に戻ったことで反応したのかもしれませんね。しかしそのペンダントにそのような秘密があったとは。フィルベルトは単にセリオ理術師のお守りとしか言っていなかった気がするのですが。父さんはどうして私にそんなお守りをくれたんだろう。確かにセリオ理術師にはなったけどさ。もしかしてフィルベルト様はそのペンダントの鉱石の謎を解き明かしてほしかったんじゃないでしょうか。ああ、それはあるかも。でもそこまで期待してくれたんならやっぱり最初から私に理術を教えてくれればよかったのに。そうですよね。まったくもう、父さんたら面倒くさい人だな。面倒くさい男でしたよ。ニーナ、あなたはそんなフィルベルトの血を継いでいるんです。私はそんな回りくどいこと絶対しませんから。さて、それは大人にならなければわからないことですが、私はニーナとフィルベルトはよく似ていると思うんですがね。それはこの話の流れだととても複雑です。本当はちょっと怖いんです。でもみんながいるから私も頑張らなくちゃって思えるんです。失礼します。レイもお酒を飲むんですね。まあたまにはな。親父や兄貴に付き合って飲むことが多かったからだ。そこそこいけるんだぜ。あんまり飲みすぎないでくださいね。大丈夫大丈夫、限度は心得てるから。しかしあれだな、オーシディアスにはいい酒が多いな。そうなのですか。私はお酒を飲んだことがありませんから想像しかできませんけど。とても美味しいんでしょうね。お、どうしてそう思うんだ。以前城の兵士たちが集まってお酒を飲んでいるところを見かけたことがあるんです。その時は皆さんとても陽気になって踊ったり歌ったりしてましたから、そんな風になるぐらい美味しいのかと。別に美味しいから陽気になったってわけじゃないと思うが、まあそれはそれでうまい酒が飲めてるってことでもあるか。よくわかりませんけど。まあレティシアにもわかる日がいつか来るさ。お酒が飲める人はみんなそう言うんですよね。まあその時を楽しみにしておくとします。ミダス様、寝不足ですか？ああ、昨日やけにリアルな夢を見てな。そのせいで中途半端な時間に起きちまってすっかり寝不足だ。夢ですか？それってもしかしてマルキア様の夢ですか？何やはりそうだったのですね。大人をからかうな、クソ。マルキアには言うんじゃねえぞ。夢に見たとお伝えすればマルキア様は喜ばれそうですけど、うん、ミダス様って。だから余計なこと言うな。内緒だ内緒。マルキアさんってなんて言うのかな、大人の魅力
ていますよね。突然どうしたというのだ。おだてても何も出んぞ。本気ですよ。私もマルキアさんみたいに素敵な大人になりたいんです。何なんだその素敵な大人とは。いろいろですよ。心の余裕というか、ミダスおじさんの転がし方とか、とにかく私にないものだらけだなって思っちゃって。具体例がいまいちピンとこないのだが。ねえ、レティシア様もそう思いますよね。え？そうですね。私もマルキア様に憧れる気持ちはわかります。ですよね。レティシア王女まで何を言い出す。大人をからかうでもほどほどにせよ。からかってなどいません。その泰然とした態度が頼りになりますし、多くの種族をまとめているカリスマ性があると思います。はいはい。美術の知識も豊富で、ミステリアスな雰囲気も大人っぽくて、とっても憧れます。わかったわかったから気を使わなくていい。私は二人にそこまで持ち上げられるほど立派ではないから。そんなことはありません。それぐらいマルキアさんは素敵です。はい、マルキア様こそ私たちの理想だと思います。なんなのだ二人して。頼むからもうそのあたりにせよ。それにしても派手な結婚式だったな。状況だけ見れば確かに派手だったかもしれませんけど、それは結婚式の感想ではない気が。それはそうかもしれんが、いずれお主も本当の人生の伴侶と結婚式を挙げることになるのだろう。いい予行演習ができたと思えばいいのではないか。あれを参考にはしたくありませんよ。それもそうだな。そもそも相手がいなければ結婚はできないしな。本当のところお主どんな相手と結婚式を挙げるつもりだ。これはオーシディアス王国の未来に関わる話だぞ。ほれほれ、ここだけの話だ。忌憚のないところを聞かせてみよう。私のことを引っ張ってくれるような人がいいかもしれません。ふむ、お主も割とグイグイ行く方ではないか。ええ、ですから二人でならどこまででも行けると思えるような、そんな人がいいですね。それこそ星の世界にでも旅立つつもりか。まあお主の行動力ならばそれくらいやりそうではあるな。どうした、ため息なんぞついて。少し反省をしていたところです。また大行な。大事なことなんです。私は本当に最近までアベラルドの腕の不調に気づくことができませんでした。ずっと一緒に旅をしていたのに。それは仕方がなかろう。少年は必死で隠しておったのだからな。それもわからないんです。どうして隠す必要があったのか。私はそんなに頼りないのですか。いいや、それは違うぞ。腕の不調を悟られまいとしておったのは、ひとえにお主に対する忠誠心がさせたことだ。お主は少年の主としてその努力を認めてやらねばならん。まああまりにも心配させまいと振る舞った結果、逆に心配させる羽目になるなんてこともあるのでな。男の意地というやつは正直私にもよくわからん。だからいちいち気にせん方がいいぞ。なんだかマルキア様の実体験のようにも聞こえますが。さてどうだろうな。あ、申し訳ありません。私余計なことを。まあよい、反省したというのなら痩せ我慢を見抜ける目を養うことだ。
人はいくつになってもそういう生き物だからな。わかりました。胸に留めておきます。ところで、いくつになってもってどなたか具体的な。余計なことだぞ。はい。またこうして普通に来られるようになって本当に良かったわ。ねえアベラルド、ちょっと聞きたいんだけど。はい、何でしょうか。私がゲラルト殿下の縁談を受けるって決めた時どう思ったの。急になんてことを言うのですか。意地悪なことを聞いてしまったかしら。でもあの時は私が相談なしに勝手に決めてしまったでしょ。だからあのですね、私は姫の従者です。ですから姫がどこのどなたに嫁ごうともその意思決定には従うつもりでおります。そういうことを聞きたかったわけではないんだけど。姫。でもそっか、私がどんな決定を下しても従ってくれるのね。はい、それはもちろん。それじゃあもし私が姫。何でもない。ありがとうアベラルド、これからもよろしくね。ほう。この都市も民も傷を癒すには長い時間が必要なはず。今の私にできることはこれ以上の傷を増やさないこと。イカダクちゃん、この戦争を終わらせるわ。フーガの投入があれほどに劇的な結果を生み出すなんて。全く圧倒的だったな。敵の手の届かない場所から一方的に攻撃を加えるって単純な戦法があそこまで効果的とは。あんたの長年の意地の勝利だな。俺の勝利じゃねえ、全員の意地の勝利だ。まあ本当ならあんな初陣を迎えさせたくはなかったんだがな。ミダス様、申し訳。全く同感だ。だがフーガの凄さは確実に伝わったのも確かだ。戦争が無事に終われば戦い以外の使い道を見つけることも簡単だろうさ。別の争いの火種になるとしか思えんがな。そんなことになる前にみんなに理解させればいい。フーガは平和の象徴で夢の機械だから、戦争なんぞに使うなんてバカらしいってな。そうだろ。おいおい、そりゃ俺に対する挑戦状かよ。生みの親のあんたならやり遂げるって信じているのさ。ふん、調子のいいこと言いやがって。いいぜ、乗せられてやるよ。ありがとうレイ。落ち着いて戦支度ができるのはここまでよ。準備が整ったらバイルへ向けて出発しましょう。必要なことは全て終わらせてしまったし、退屈で仕方がない。何か時間を潰せるものは。こんにちはマルキア様。おお、良いところに来たな。実は折り入って頼みがあるのだが。私にできることでしたら。では何か面白い話をしてくれぬか。はい。聞こえなかったか。面白い話を早く私に聞かせるのだ。すごく無茶なことを言われている気がしますけど、こうなったら。これはオートで流行っているというジョークなんですけど。ふむふむ。ある施療理術師のところを訪れた患者が先生に向けてこう言ったそうです。先生、僕は施療理術を受けるのが初めてなんですけど大丈夫でしょうか。大丈夫ですよ、私も人に使うのは初めてですから、というジョークなんです。マルキア様。いや、お主が本当にジョークを言ってくれるとは思わなかったから
マルキア様が家とおっしゃったんじゃないですか。いや、すまん。だがジョークや笑い話をストックするのは教養人のたしなみと聞く。王女がとっさに気の利いたジョークを披露できるのなら王国の未来は安泰だな。そんなマルキア様、ジョーク一つで大げさですよ。お二人は知り合われて長いんですよね。うむ、それなりにな。腐れ縁ってやつだ。ほう、腐れ縁とな。それは聞き捨てならんな。なんだよ。レテシア王女よ、第三者の目から見て腐れ縁らしい我々の関係はどのようなものであると見える？正直に答えるがいい。そうですね、恋人のような親密な関係に思えます。聞いたか、ミダス、我々は恋人のように見えるそうだぞ。何が腐れ縁だ。ガキが分かったようなこと言いやがって素直に見たままを言っただけであろうにな。はい。